はい、どうもえ。すっかり楽天経済圏の餌食になっている里チューンです。はい、そんなわけでですね、今回はガジェットコムのえマイクロ SD カードでね、ちょっとお買い得な商品を見つけたんで、ここでご紹介したいと思います。えー、ここがですね、SPD 株式会社がやってるサイトでね、あの、マイクロ SD カードとかメモリとか、 あと、USB メモリーね。まあ、この辺をこうずらずらーっとこうやって扱ってる会社さんなんですよ。で、今なんかセールやってて、ほら、これこれこれ。まあ、3月12日の10時まで、まあ何、何 ?128 か2850円サンディスクのやつ。スイッチ、認定度スイッチ用かなうん。ちょっと、ちょっとそんな安くないよね、これ。で、あとは、あの、256ギガの、えー、とサンディスクのね、これが3668円と。まあまあ、これも。 お得かなと。あの、なんだこれ、税込み、送料込みでしょで、まあ、ポイントも2倍もらえるよというのになってますけどはい。なんだけどねえ、今回紹介するのはこれじゃないんですよ。ほら、ここの会社さんほら、ずらずらとね、こんなもん売ってますけどね。ほら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 。こういう、まあ、メモリ関係とかね、うん。でね、この下の、あ、ちょっと待って。これ何1 7 0円。あ、これ、この中買ったやつだよ。これね、 僕、2000円で買ったよ、この間。もうしょ、今度見なきゃよかったね。はい。まあ、そんなね、ことはどうでもよくてね。この下ですよ。ズラズラズラ。はい。これですよ。はい。えっ、ー、とね、レクサーの 512GB のマイクロ SD が、なんと、6478円で売っております。しかもこれ、税込み送料込みですからね。えー、本体価格にしたらいくらなんだろう。えー、もう5000円台、6000切ってんだね。 えーめちゃくちゃ安くなっております。えー、っと、僕が買った時はね、確か9800円とか8000いくらだったかなと思うんですけどもね、さらに安くなってますね。で、僕自身ね、このね、512GB のマイクロジェネカード使っております。まあ、値段がね、めっちゃ安いんです。すっげえ不安だったんだけど、データが途中で飛ばないかなと思ったんですけども、今のところね、えー、っと、2枚購入しました。2枚購入して、これいずれもね、 あの不都合は起きておりませんデータもかなり入ってて、今200ギガ近く使ってんのかな ?200 ギガ弱ぐらい使っておりますが、問題なく動作しております。もうこれ1回入れたらね、相当長く使えますんでね、はい、なかなかおすすめかと思います。はい。まあ、そんなわけで、この、えっ、ー、と、レクサーのね、マイクロ SD カードの えこのまあリンク先ね、あの動画説明欄に貼っておきますので、あの興味のある方、ご覧になってください。まあ、他にもね、こういうのお得なやつ、これ結構こう安いんですよ、全体的に。まあ、この USB メモリーとかいいと思いますよ。これ 128GB、1788円。これ僕パソコンに使ってますけど、すごいいいです。サンデスクのやつね。はい。あと、SPD ってのはち,ちょっとかな、あ怪しいと思うけどね、これはおすすめしませんが、 えっと、このサンディスクのこのグレーのやつとかは、まあいいんじゃないかな。これも僕もかっ使ってるよね。こういうやつね。あとこれか。これだ、これだ。おん間違えた。この白いやつだ。これ使ってますけど、はい。あの、問題ないです。問題ない。全部、バッチリ使えてますね。はい。えー、そんな感じで、今回はね、もうガジェットコムのマイクロ SD カードね、ご紹介しました。こんな感じでね、お買い得商品をあの随時発信していきますのでね。 えー、よろしければ、この機会にね、チャンネル登録していただければと思います。ああとね、ツイッターの方もやってますからあの、そちらも合わせてね、フォローしていただけますと嬉しいです。ということで、さとちゅんチャンネルでした。また次の動画でお会いしましょう。